緑の風も爽やかな今日の良き日に、平成24年度の本部定期総会が、開催を改革しましたところ、会員の皆様方には多数ご出席をいただきまして、誠にありがとうございました。会員の皆様方におかれましては、日頃から同総会の小活動に対し、ご支援、ご協力をいただき、高いところからではございますけれども、厚く御礼を申し上げます。それぞれの地域におかれまして、いろいろとご活躍を、されていることに対しまして、新人なる敬意を表する次第でございます。また、本日の定期総会に、開催にあたりまして、ご来賓の皆様方にはご公務多段の折にもかかわらず、ご臨席を賜りまして誠にありがとうございました。どうか常日頃から大将高将からの、熱いご指導とご鞭撻をお願いいたしたいと思います。さて帰りますと、昨年度の日本列島は未曽有の大震災や台風による自然災害、さらには、あってはならぬ原発の事故などにより、安全、安心の生活が大きく様変わりするような様相を呈した一年でもありました。このような状況の中で、人々が支え合う、あるいは絆を結び合うということの大切さをひしひしと考えさせられた一年でもありました。同窓会といたしましても、乏しい、経費、乏しい、会計の中から大切な金銭の中から少しでも全員が通じればという願いを込めて差し押さえではありましたけれども義援金のを拠出させていただいたところでございます。こういう最中にありました私たちの同窓会は昨年度創立30周年の記念すべき年度でもありました。選択のご苦労に感謝しご来賓のご臨席を仰ぎながらささやかな中にも厳粛に記念式典を挙行させていただきました。また、開放の特集号とかあるいは記念品を全会員にお配りいたしました。ともに喜びを分かち合うことのできましたことを、最上の喜びといたしているところでございます。同窓会もいよいよ栄光の、40周年に向かってその第一歩を踏み出したところです。その意味におきましても、本日の定期総会は重要な意味を持つ総会と申しても過言ではありません。月並みな議題ではありますけれども、会員の皆様方が真摯にご興味をいただきながら、明日に通ずる活躍の場となりますよう、中心からお願い申し上げしたいでございます。麗華大学卒業の私たちは、その縁起を大切にしながら、見学の精神にのっとりまして、地域活動の担い手を通して、それぞれの地域において、絆と支え合いの言葉を大切にしながら、地域の活性化にさらに励み、惜しみない努力を発揮しようではありませんか。終わりにあたりまして、会員の皆様方のますますのご健勝と、ご家族の皆様方のご健康をお祈りいたしまして、会見のご挨拶会させていただきます。大変雑把でございましたが、どうもありがとうございました。